チャオ、あっちゃんです。今日、10月の21日日曜日、夕方やねんけど、ちょっとね、時間ができたんで、かぼちゃでも炊こうかなと思って。かぼちゃ炊きます。はい、まずかぼちゃ炊くのにね、煮汁を作りましょう。まず水。水 200cc。200cc の水に、醤油、砂糖、ね、とりあえずね、スプーン2杯ぐらい、入れます。で、あと、醤油ももう2ね、基本。醤油2。醤油大さじ2で、みりん大さじ2適当でいいです。でお酒、料理酒、酒が大さじ2これ煮立たせときましょう。さあ、かぼちゃ立たせやな、切ろうか。頑張って切るね。もうちょっと緑の方がいいかな、ちょっと変わるかな。かぼちゃ大きいよね。かぼちゃ大きいな。かぼちゃをね、洗いましょう。やろう。皮も食べるでね、皮もきれいに洗いましょう。かぼちゃ切ります。なんか切れるとこ固いとで、へそ、お尻、なんていうのかしら、はい、これ切りやすくなるね。で、はい、よいしょ、手が痛い。頑張れ、あっちゃん。よいしょ、みんなも応援して。手気つけてね。はい、自分で言って自分で返事してもね。はい、こんな感じ。ね、種を使えるでね、置いておきましょう。行って食べてもいいしです。結構あっちゃんね、 かぼちゃの種、子供とかに食べさせてた。昔ね、昔で数年間ちょっとお金がなかった頃は、おやつ買ってあげるお金がなかった。かぼちゃ煮て、なんかぬるぬるするのかな。ぬめりがあるぞ。よいしょ。種を取りましょう。よいしょ。手袋とかってね、あっちゃん手袋嫌いから持ってないよね。基本手袋履かない派やから、何でも素手で触る派やから。車にしてたもね、結構みんな軍手履いたりするんだけど、あっちゃん嫌で、でも素手でやってたんよ。何でも生派でございます。はい、生の方がね、やっぱり、ね、感覚が違うんだね、やっぱ。繊細な指の感覚っていうの出ないと。よいしょ。結構車屋さんってね、大きなもん相手にしてるけど、意外と指先繊細じゃないとダメなんね。感覚で、ほんまにね、指の感覚とかで仕事しちゃうんだから。手袋履くと、
その感覚がね、劣っちゃうのよ。まあ、その話でもいいね。変わったかぼちゃなんか。うまいね。うん、いい香りですよ。ちょっと青臭いけどね。これやるとね、爪の中入んねん。種取るときはね、繊細なとか言いながらも、爪に入るのが嫌やから。よいしょ。ラップで、ラップで保護します。よいしょ。よし。何変な声出してんねんと思うね。かぼちゃの種を取ってます。別にあえいでるわけではないんです。硬い、はい、ということでね、かぼちゃ1個分の種が取れました。中にちょっと置いときます。戻しとこう。時間とかも食べられるよね。まあ種も食べられるけどさ。こんな時にもったいないと。もったいないよ、食べられると思ってたら。かぼちゃを切りましょう。ちょっとね、あんまりちっちゃく切っとね、こう皮気になる人はね、むかなあかんけど、あの気になるというか味染みさすのに目してるけど、そこでこれクリクリ坊主がね活躍してくれるんやと思うね。あっちゃんほら、こうやってところどころ剥いてやん。ホワイトケミカルスープ用に行くのね、皮置いといたいから、こうやって剥いたらいかがでしょうか。さっちゃん結構皮食べるタイプで、皮あっても平気やねんけど、剥きたい人はこんな感じで剥いてね。かぼちゃ食べられへんとか言うけど、これ食べられるんやろな。100円で買ってんけど、なんとも説明が来なかった。まあ食べられるでしょ。ハロウィンかぼちゃも食べられんちゃうかな。知らんけど、これを見ときましょう。はい、でこのかぼちゃの剥いた皮はね、またホワイトケミカルスープでも作ろうかな。入れるボールを準備しないと。どうでしょうか。これちょっとポンポンと。あんまりね、ちっちゃく切ったら味入りすぎるんだよね、意外とね。まあまあそこそこの大きさに切りましょう。で、気つけてね。危ないよ。
これあの鍋でちっちゃいかな。もうちょっと大きな鍋にしようかな。普通ね、一個丸々見るのにはちょっと鍋が大きいかもわからんね。鍋が大きちゃう、鍋がちっこいかもわからんね。こんだけ、はい、沸騰してきたらかぼちゃを入れていきましょう。あちゅ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 あちょっと汁気多かったね。やっぱ200で良かったかもわからんね。ね、物入れたら増えること考えへんよね。はい。ね、理数系のあっちゃいのにね、そこまで計算してませんでした。はい。鍋変えよう。大きな鍋変えよう。いつもやらかすやつやね、あっちゃんがね。ここに大きな鍋に入れていって、で皮の方を下にした方が見える気がする。気がね、あこれを見て、はい、で。落とし蓋をしましょう。10分ぐらいにといてかな。とりあえずね、7分ぐらいか。中の弱火ぐらいで7分ぐらい煮ます。ゴヤ ぶっといたらね、プクンって膨らまへんから。ちょっと沸騰させようかな。ちょっと煮やします。沸騰してなかったね。もう沸騰してからね、落とし蓋した方がいいかもわからへんけど、せっかちなんです、あっちゃんは。なかなかね、ちょっと7分ぐらい煮ときましょう。
7分煮てみました。ちょっと見てみましょう。やっぱ汁気多かったな。まだ硬いかな。硬いね。もうあと5分ぐらいにとこう。まあね、まあ、中火ぐらいで。もう入れていきましょう。甘み結構ない。甘みですね。くるやんけ。甘みが少ないから、ちょっと足しましょう。よいしょ。手で焼くのだったら、あとは味染みさせたけどね。まあ、これを広げてかわいいんだけどね。くちゃくちゃになっちゃったな。かぶしていきましょう。申し訳程度に。味が薄い。やっこいのはやっこいよ。いい感じには
が入ってるんで。何が欲しいな、何だろう、甘みが全然ないねん。チューリップ入れたらあと大さじ1ぐらい、砂糖もねあと2杯ぐらいいくわ。全然かぼちゃの甘みはないねん。かぼちゃってね、種類によってね、甘さのあるやつとないやつあるから、砂糖加減難しいね。どうかな、ちょっと。さっき食べたちっちゃいやつが入ってしまった。火を止めて、はまけ、あんこ入れましょう。あ、じゃ入ってないな。水は、あ、おい、あくよ。水は美味しい。でも、熱い。煮汁は美味しく焼くわけやけど、あんこがあんまり入ってないの。結構これで、はめるまで置いておきます。はい、ちょっとね、粗熱が冷めました。それだけね、ちょっともう崩れちゃうから、崩れちゃうように、こう入れましょう。こういうと、和系なものね、和の器に入れます。ちょっとこういうところでね、こだわった方が、器で食べるもんね。はい。お前が言うなって。はい。こんな感じ、今日ちょっと今日食べる分だけちょいで、残りはねこれに入れて、ね、これもう一つの缶に入れて冷蔵庫入れておきます。一日で、ね、食べきれへんと思うね、こんだけあったらね。お汁を今日のところに、食べてみましょう。では食べます。冷めたら味がめっちゃ染みてる。美味しい。で、今日のあちゃんのかぼちゃの煮物、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。